はい、どうもさっくんです。今回はですね、ちょっと こんだけちょっと鉄道コレクションばっかりなんですけども、なんとね、琴音にハマってしまいまして。琴音です。もうこれ見たらわかるんですけども、これあのコンピラさんのラッピングの電車、最近出てるこれ鉄道コレクションなんですけども、これをはじめとするちょっと最近の新塗装とかもね、いろんな昔のとかも全然限定せずに琴音にちょっとハマってしまいまして、ちょっと全部、ここ数日で導入したあの鉄道コレクションをちょっとご紹介したいと思います。安い順からいきたいと思います。これがね、一番高かった。もちろんこれラッピング電車なん でかつ新製品らしいのでちょっと高かったです。はい、これはちょっと最後にしておきまして、こちらからいきましょうか。これ鉄道コレクション第2弾です。鉄コレの最初の頃の製品も買っちゃいました。ここに書いてるのは、これですね、琴平、高松琴平電気鉄道81と73でございます。あともう一個62かな、これが入ってると思います。でこの3つが入ったやつがヤフーオークションでなんと1400円ぐらいでありましたんで、即刻落札させていただきました。でこれはテープで閉まっているので、このように開けさせていただいて、おーいいな、81型というか81型、長さはこれでしょ、15メートル級、何が違うねみたいなレベルなんですけど、全然一緒っちゃ一緒ですね。81と73って、ね、ほぼほぼね、見た目一緒やと思うんですけど、どうなの、何が違うのかちょっと後で見て。これが一応このパッケージにあった、これね、このパッケージにある、こいつ62号ですね。こういうもの。ヤフーオークションで落札いたしました。では全てねパカッと開けてみて見ていきましょう。おお、なんか丁寧に袋詰めされている。これが62号な、こんな感じで。これのシークレットが、この貫通扉がないタイプとかも入っているそうです。それがシークレットですね。これはすべて貫通型のやつですね。で、こっちが、73型と、81。あ、これは連結するんかな？ここが、こういう風に、なんか運転できなさそうな先頭なんで。こっちが先頭やな。ね、これでこう、2両の編成になると思います。こういう感じ。わあ、いいな。なんか味が出てるわ。ちょっと塗装エラー的なのになってるけど。いや、この3両で1400円は全然、マシでしょ。十分な値段だと思います。こちらの、ね、2両ですけども、ちょっと後々調べたら、東濃鉄道の、モハ100型だったらしいです。が、今は、バスなんですけども、昔はそれの鉄道も、引いてましたということです。でちょっと廃止になって、最終的にこの高松琴平電鉄にやってきて最後の余生を、過ごしてたということですね。でこの車両のこのベンチレーターがかなり特殊ですね。今思ったらこれがなかなか変わってる。これなんか、あ、ガーランド型で8個設置。あ、すごいな、変わってるな。岐阜県からやってきた車両です。あ、こうやって調べていくとね、なかなか面白いですよね、これ。
ただ単にこういう古都電の古い車両っていうだけじゃなくて、調べていくと結構面白い車両になってきます。でこっちがですね、これが出たかな、この60型っていうのは元東急です。なんとこれ東急の車両でした。東急の、品川線湘南線という、今は京浜急行電鉄あらの、サハ5100型およびデハ5100および厚木線今の相鉄本線の、クハ3140型だった車両ですね。うわあ、そういう車両ですね、これは。すごい。で、写真を見てると、これ、元京王の5000の車両、今も走ってるやつですけど、それと連結してる。600型と言います。600型、ちょっと短い車両なんですけども、これも15じゃなくて16ですね。ちょっと長くなった。これどこからの電車かと言いますと、こちらは名古屋市地下鉄を走っていた車両です。で、それの電車第3基乗の終電方式を、これことでに対応できるように、終電方式をパンタグラフで変更している車両です。そこの辺をね、ことでと面白いところです。そしてこれね、鉄道コレクションのほぼ最初の方のやつなんで、レールもついてるんですけど、めちゃくちゃ細かい、この時。レールが茶色で、この下の台座が、ほぼ黒色という。で、車止めもついてます。こんな時代があったんですね。わー、すごい。面白い。でから、今の第12弾ですね。だいたい、最近のレールがつかなくなる前の頃の鉄コレ、こんな感じですね。茶色、全部が茶色です。まあまあこうなるだろうと思ってたんですけど、もうレールにすら色をつけてくれなくなった。で、最終的にはもうレールすらつかなくなったということです。4ルセットなんですけども、ちょっとこれヤフオクでアソート品が売ってまして、こちらがね、1100型。これ元京王の5000型のやつなんですけども、それに、こう、製品自体入れ替えてくれてて、で、こっちは正規の1070型、2扉車なんですけど、これと、この3扉の元京王の車両。これ朝ラッシュで大体こんな編成で組んで走ってるんですが、それにアソートしてくれてる車両でございます。新塗装なので、ちょうど動力化をしてしまえば、これ簡単に走らすことができます。これ楽しみですね。で、パンタグラフの指定が PG16 で、これトミックスのこの番号のやつめちゃくちゃいりますね。ちょっと今後いろいろ買い足していきたいと思います。動力が TM06R でございます。06R を使う車両いっぱいおる。これでとりあえず1個買わないといけません。で、もう1個がことでんの1200型っていうのがあります。こちらはラッピング電車で、幸せ3号、ピラ3号2用セットという、こちらも購入いたしました。こちらはちょっと新品価格で4400円でしたが、でもさっきのこのアソート品で5000円、まだ安い方ですね。でも2両で4400円か、まあラッピングのこのね、これのお金が入ってると思います。まあまあいいでしょう。で、これが1400円、3両で、この長尾線の車両、これがですね、2両で2000なんぼですね。これはもう普通に通常の値段ですね。
で、これシールが入ってるんで、これだけ見ておきましょうか。うん、おぉ、あー、なんか入ってる。これはすごい。これ電車にはさすがに貼られへんな。こんだけ長いので。これもね、できたら動力化したい。これ19メートル車体ですね。これ京急の車両です、もともと。これ京急の朝ラッシュ用の、4扉車両です。なので、こういう風にね、琴電には、2扉車、3扉車、4扉車、すべて存在します。これがなかなか面白いですね、琴電は。これを並結していって、朝ラッシュのね、4両編成とかもできたら面白いなと思います。車体はすべてこのコンピラさんとかいろいろ書いてるぐらいで、他の違いはあんまりないようです。こんな感じで。まあ、ラペグ綺麗ですね、結構。前面とかもなかなか綺麗な印刷ができていると思います。レールが、ついてますね。これも茶色の時ですね。これ最近のやつだね。最近はもうこのように、茶色の線路がたくさんついております。ではでは、ということで、今後この琴平電鉄の車両の、整備計画ですけども、まずですね、こちらの長尾線の車両に動力化を組み込んでいきたいと思っています。こちらスーパーキッズランドで買ってるんですけども、TM10R っていう、この案内では TM10 って書いてるんですけども、まあ、この台車枠とかもうこれ使えませんので、こちらの付属のものを使いたいと思います。なので別に R がついてようがついてまいが、こいつに付けますので、このシド、長尾線かな。まず、これを動力化していきます。はい。で、その次に、余裕があれば、先ほどのアソートで入ってた、この京王の5000型だった、1100型、これを動力化して、で、この並結の4両編成、再現していきたいと思ってます。これはちょっと楽しみやな。これ元京王の車両です。はい。余裕ができれば、もともと京急だった車両、元1000型のやつとかもね、どんどん導入していきたい。1300型っていうかな。現在、うちには、これや。1080型でした。これが今家にありますので、これは動力化済みです。これは 06R なんや。で、この1200型は 12R。もうすごいな。長さがもうバラバラです。で、これは3扉でしょ。もうこの琴電のね、扉の数、なかなか癖が強いです。まあ、こんな感じで、琴電をどんどん増やしていってますので、もし機会がありましたらまた、これ加工も進めていきます。そしていろいろご紹介も、していく形に、持っていきたいと思います。はい、ということで、今回の動画は、当チャンネル、琴電にハマってしまいまして、古い車両から、最近の車両まで、高松琴平電鉄の車両鉄道コレクションで集めてみましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また Twitter、ブログ、インスタもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。